就活とか正直やる気が起きなくて、そういう時ってどういう風に気持ちを切り替えたりしてますか？行くっていうのが大事だなと思ってて、就活めっちゃ長かったりするので、うん、どうしようもなくなった時とかは、どうもシュウです。こんにちは。ということでですね、座談会3つ目のテーマはですね、前原さんの方からお願いします。はい、私は就活とか正直やる気が起きなくて、やらあかんのにやる気出えへん時とかあるんですけど、そういう時ってどういう風に気持ちを切り替えたりしてますか？確かにあるあるですよね、これは。前原さんどうしてるんですか？私はもうとりあえずやる気のある時にやるみたいな感じ。でもなんかいつもエネルギッシュなイメージあるけどね。全然違いますよ。いや、めっちゃネガティブになる時とかあるし、考えすぎて眠れなくなる時とかもほぼ毎日とかだし、表では結構社交性あって明るいねみたいな感じでよく言われるんですけど、実際はめちゃくちゃ暗い。見えない。見えない。そういう時はじゃあどうやって対処するんですか？暗い自分も自分だから、まあ、仕方ないよねみたいな感じで、いつも 100% 明るい自分でいるわけじゃないから、そういう自分もたまにはありだよねみたいな感じで乗り越えてたりはしてますね。認めるっていうことですね。認める、はい、そうですね、自分を認めるっていうのが一番大事かなって思います。木田くんのモチベーションの保ち方を教えてください。自分のモチベーションなくなるときって、大志望落ちちゃったとか、特定の企業だけ落ちてなんかなくなっちゃうときと、就活自体が嫌になっちゃうときってあると思ってて、特定の企業の場合は一途にならない方がいいのかなっていうのは思ってて、エントリー5社ぐらい出して一生落ちたら新しいところ出そうかなみたいな感じで持ち分散させておくと、落ちましたってやっても、まあ、そうだよねみたいな感じで次行けたりするみたいな。なるほどね。就活自体が嫌になっちゃう時とかって多分あると思うので、筋トレしてなんか自分筋トレしてるの偉いわみたいな、そういう感じで違うことしてポジティブになればいいのかなって気はしましたね。確かに第一志望の企業とかあったんですけど、ずっと先輩に添削してもらってて、でエントリーシート出したら書類で落ちちゃって、で、はいはい、もう本当辛くて、それからも就活どうでもいいやっていう気持ちもやっぱあったりしたので、一途にならずにガンガンエントリーっていうのはマジで言えてる。そうね。一途に伝えることは大事だけど、自分の中では保険は持っておきたいね。そうです。確かに。ちなみに節政くん、始めるの早いじゃん。モチベないとやっていけないと思うんだよね。今もそうだし、どうやってモチベ保ってたんですか？意識高い人たちのところに行くっていうのが大事だなと思ってて、そういったコミュニティめちゃくちゃあるんで、そこに行ってもいろんなすごい人たちの話を聞いてるだけでも、俺もちょっと頑張んなきゃなとか刺激もらえたりするんで、そこでこう上がるっていうのは一個ありますね。そうしないと大学自体がそういったことをする人あんま少ないんで、たまには外に行ってそういう刺激もらって帰ってくる、本当に疲れちゃったなって時はもうそういう大学の友達ともう遊ぶみたいな感じでうまくこうバランス取ってる感じです。いいですか？意識高い人の話とか聞いてると白々しく思えてきません？口だけやろうなみたいな。どうせ社会人とかそんな目標持って働いてる人マジでいないって思ってて、うちは、だから意識高く頑張りますみたいなことを言ってる人とか薄っぺらいなっていう印象を抱いてしまうから、そういう風にならないとか。中にはそういう人いますよ。なんか口だけだなっていう人も、それを話してれば分かるし、まあ、そういう人だったらスルーみたいな感じで会わなきゃいいだろうし、本当にすごい人ってこういったイベントあるからじゃあ来るみたいな、こういった社会人職とか一緒に来るみたいな話とかになってくるんで、そういう話聞くとこの人本気でやってるんだなとか、本気度が見える、そこで判断してるって感じですね。すごいな。意外と素敵な大人もいっぱいいるよ。あ、そうなんですか。そうですね、インスパイアされるとか刺激されるような環境ってなかなか大学とかないっておっしゃってて、新しく見つけに行くことって結構簡単じゃないのかなみたいな、そもそもなんかどうやって行くみたいな、そもそもうちの大学にマーケティングの先生のにやたらキャリア語ってくるちょっと面白い先生がいるんですよ。その先生と出会ってからがそのきっかけですね。そういった場所とかコミュニティを知ってる人が多いから、先生と仲良くなったんだ。あ、そうですね。いやー、マジ学ぶこといっぱいあるわ。なんか勇気いるからさ、一歩踏み出すのに、なかなかそれができない人もたくさんいると思うし、友達と軽いノリで最初行ってみるっていうのが一番いいのかなって思いました。一人で行くとやっぱ怖いしハードルも高いから、とりあえず誰かそういったことに興味ありそうな、なんか友達誘っていくっていうのが一番いいかもしれないです。大学に就活友達とかいます？僕の大学だと意識高いことをしたら村八分に合うような風潮はなく
気にしてもあらずなんだよね。だから最初 YouTube やってることもめちゃくちゃ内緒にしてたんだけど、どうなんですか皆さんは。ゼミの人がすごい仲良くなる機会が多かったので、ゼミの中で自分のやってることとか話したらいい風に言ってくれる人は味方にして、授業とかで仲間は大学で作るようにはしてましたね。すごい。どうですか。私はあんまり就活の話とかしないようにしてる。逆にあまり人の話聞きたくない時とかってやっぱりあるし、友達と私は週1しか会う場面がないから、もっと他の話したいなって思うから、就活の話はあまりしないですね。いいかもね。コミュニティを分けていくのはいいかもしれないですね。皆さんがやってる今挙げた以外のモチベアップとか、こうやって長期戦を頑張ってるみたいなのってありますか。就活めっちゃ長かったりするので、どうしようもなくなった時とかは、松岡修造の動画見るとなんか人生なんでもなるみたいな。前原さんあります。私は日課を辞めないっていうことが一番重要かなって思ってて、例えば週3バイト入るならバイト入るで、夜中に漫画読むなら漫画読むで、日課とか辞めちゃうと就活ばっかりで頭が混乱しちゃうから、そういうのじゃなくて日常の生活の中に就活もありますよみたいな感じでやると結構いいのかなって思います。それでですね、今回モチベアップっていうところをテーマにお話ししたんですけど、結構試せそうだなことがあったので、皆さんちょっと動画を見返して、モチベないときはもう仕方ないから一旦ちょっと休憩するとか間を置くっていうのも大事だと思うので、そこまで気負いせずに頑張っていただけたらなと思います。ということでありがとうございました。ありがとうございました。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。